松本人志、何かがおかしい。年末年始から現在にかけて芸能界を騒がせているダウンタウン松本人志による性加害疑惑。そんな中、先日 SNS 上では松本と共に同席していたスピードワゴン小沢のスマートフォン画面をスクショしたものが流出した。そこには LINE で女性に対して、小沢が大丈夫、無理すんなよなどと気遣うメッセージも確認できた。さらに女性が小沢に向けて、今日は幻みたいに貴重な回をありがとうございました、会えて嬉しかったです、松本さんも本当に本当に素敵で、小沢さんからいただけたご縁に感謝します、と送っていた画面も流出していた。するとこの画面を松本は自身の X に、とうとう出たねという言葉とともに投稿。しかし SNS 上では、妻子がいる身で松本自身に会えたことを貴重と表現するほど立場の違う女と深夜までホテル飲みをしていたこと、自ら認めることになってしまうのではないかとざわついている。そのため